こういう日に限って、なんで幻想郷って誰もいないのかなぁ。せっかく、楽しそうな情報仕入れたのになぁ。あ、ヨウムさんこんにちは。ちょうどよかった、チルノちゃんって、今から時間ありますか？ありますけど、まさか剣の狩猟に付き合えとかじゃないですよね。大丈夫だにょん、今日はちょっと見てみたいイベントがあって、それのお誘いだにょん。ならよかった、ところでそのイベントって、妖怪の山あたりですか？実は、都内まで行こうと思うんだけど、チルノちゃん、マジか、持ってる？はい、持ってますよ。よかった、それなら幻想メトロに乗っていきましょう。どこまで行くんですか？新橋で都営浅草線に乗り換えて、押上まで行く予定だにょん。下町チックでいいですねー、早速行きましょう。そうこなっちゃ。イエーイ。今回は、ジャバン劇から始まりましたが、ファンタジーなイベントの紹介なので、お若い二人にお願いすることにしました。浅草線、新型車両だにょん。そうなんですね。さて、目的地へ着いたにょん。スカイツリーから少し離れた場所なんですね。スカイツリーの、全景が見える場所の方がいいんですよ。というか、スカイツリーってこんな色でしたっけ？いいところに気がついたわね。実は東京スカイツリーでは、4月20日から7月19日まで、ディズニー創立100周年を記念したイベントを開催していて、特別仕様のライティングを行う日があるのよ。それじゃあ今夜は、その特別仕様のライティングを見に来たんですね。そうだにょん。スペシャルライティングは、7月16日まで、まだ何回か開催される予定があるらしいわよ。まだ見られるチャンスはあるんですね。見学の際は、概要欄に公式サイトへのリンクを貼っておきますので、必ず日時をご確認ください。ところでヨウムさん、さっきからスカイツリーは見えているんですが、これがスペシャルライティングなんですか？ほら、スカイツリーをよく見てて。あー、色が変わった。ヨウムさん、スカイツリーが赤くなりましたよ。でもよく見て、上から赤、白、黒、白、赤、オレンジと、いろいろな色のコントラストになってるでしょ。確かにそうですね。実は、この色は、ディズニーのキャラクターを、イメージした色になっているのよ。というと、この色は、ミッキーマウスを、イメージした色だにょん。確かにミッキーマウスの雰囲気がありますよね。ああ、また変わった。今度はピンク色ですね。このライティングは、約2分で別の、キャラクターのカラーに変わるのよ。上から、ピンク、白、黒、ピンク、紫、ピンク、オレンジということは、ミニマウスだー。この動画は編集で、約20秒で色が変わるようにしています。また変わったー。次の色は、ゴージャスな感じだにょん。これって、もしかして、白雪姫だー。白雪姫の、ドレスの柄ですよねー。うっとりー。今度は、グリーンになりましたよ。スカイツリーの、裾の方も明るくなったわよね。赤、白、黒、青、緑、薄緑ということは、リトルマーメイドの、アリエルだー。アリエルは、人魚なので、私たちのお仲間さんですよねー。また変わるわよ。今度の色は、わかりやすい。黄色、赤、黄色。プーさんだー。このカラーリングが、一番わかりやすいですよね。クマのプーさん、わかりやすすぎる。一番キャラに近い気がするー。また変わったわ。今度は、色が結構複雑ですよね。てっぺんも茶色になってるってことは、トイストーリーの、ウッディーですね。そうか、てっぺんの色はカーボーイハットかー。スカイツリーが、おもちゃの王様になった感じですね。
次が最後のカラーよ。ああ、変わった。最初に見た色になりましたね。途中に鮮やかな、グリーンが入っているこのキャラは、バズライトイヤー、ですね。近未来的なデザインと、カラーリングが、表現されているにょん。説明を聞くまでは、何の色だかわからなかったけど、いざ聞いてみると、確かにこの色ってわかりますよね。ミッキーに戻ったわね。これで一周ですね。一つのキャラが約2分間で、7つのキャラクターを演出するので、約15分ぐらいあれば、全7キャラのイルミネーションが見られるのね。全種類を並べてみましょうよ。これは圧巻だにょん。スカイツリーが、こんなにも、いろいろな色が出せるのにも驚きましたね。スペシャルライティングの最終日は、7月16日なので、ぜひ機会があれば、東京スカイツリーを見上げてみてはいかがでしょうか？真下に行くよりも、ちょっと離れた方が見やすいかもしれません。また、スカイツリーでは館内に、記念装飾が施されていたり、オリジナル記念グッズの販売もあるようです。そうなんですか。だったらこの後、空町に行きましょうよ。もちろんだにょん、晩ご飯も食べていきましょうよ。わーい。ということで、本日はお開きにしたいと思います。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。たまには、こんな動画があってもいいですよね。